今から100年以上もの昔、激動の世界に生きる一人の少女は黒魔導士の少年と出会った。そして回り続ける運命の歯車は、時に希望をちらつかせながら悲しき矛盾を突きつける。次回、メイビスとゼレフ。これは未知なる魔法の物語。